皆さんこんにちは。研究員の畑です。皆さんは伊藤若冲、丸山応挙、長沢芦雪といった画家の名前をご存知ですか？これらの画家は今から200年ほど前の京都で活躍した画家たちです。この特別展美のワンダーランド15人の共演誌では、彼らをはじめ当時活躍した15人の京都の画家たちを取り上げてご紹介しようと思います。日本美術の長い歴史の中でも18世紀後半の京都は非常に面白い時代です。半径数キロに満たない狭い京都の街中に驚くほどたくさんの画家たちが競うように活躍を繰り広げていました。その非常にクリエイティブな、明るく楽しく、しかも面白い作品は未だに我々を引きつける魅力を持っています。例えばポスターのデザインに使っております若冲と松柏の作品、この2つの作品は展覧会の目玉の作品です。私のおすすめは長沢芦雪の作品。今回の展覧会の準備を通じてこの画家が大変好きになりました。ぜひ皆様にもその良さを味わっていただきたいと思います。